パリ五輪に出るべき。とんでもない意見飛び交う。日本サッカー協会はパリ五輪世代である久保の本戦出場許可を得るため、レアルソシエダードとの交渉に入る。五輪はクラブ側に選手派遣の義務がないためだ。レアルソシエダードは理解を示すと見られていたが、雲行きが怪しくなってきた。スペインメディア、エルゴルデジタルは、レアルソシエダードのスポーツディレクター、ロベルト・オラベ氏が朝日新聞のインタビューで、久保のパリ五輪参戦に慎重な姿勢を示したことを受けて、こう指摘した。レアルソシエダードと久保は岐路に立たされている。母国を代表したい気持ちと、燃え尽き症候群や怪我のリスクを天秤にかけなければならない。クラブが、最も貴重な資産である選手の健康を、しっかり管理できるかが試されている。前回だってフル稼働して、その5シーズンで大怪我を負ったんだから、久保も、ソシエダも、慎重になるのは当然でしょう。なんだかんだ言っても、日本ではオリンピックは盛り上がるから、日本サッカーを盛り上がる意味で、オリンピックの躍進は重要だよ。怪我を抱えながら、シーズンを戦ってる久保には、シーズンオフに、しっかりとした休養が必要。久保もそうだし、U23 で、海外で、スタメンレギュラーの選手は、みんな招集は厳しいと思う。チームの主力を出したいか、出したくないかで言えば、当然出したくはないわな。公共時の久保はまさに、チームの心臓部なわけで、とりわけ重要度は高い。クラブでも、代表でも主力として出てるし、代表招集となると、怪我のリスクが怖い。そもそもの話、ここまで、久保なしで戦ってきたわけだから、もう、久保が U23 に適応する、時間がなさすぎる。連携面で不安要素が大きい。サッカー普及考えると、久保さん参加してほしい。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルではサッカーネタを毎日投稿しています。ぜひチェックしてね。